はい、アソステークスってことにやっていきたいと思います。秘密結社ヒガメ総帥8でございます。こちら小倉のメインですね。土曜日のダート 1700m 線ということで、ダート 1700m 線がね、大体北海道のね、札幌、函館、そして、福島、あとここかな、JRA 四条でね、開催されるローカルらしいレースですね。だからこそね、なかなかこう、攻略法みたいなのがね、浸透していかないでね、なかなか面白いレースになってくるんですが、今回はこんな感じの5等ボックスで狙っていきたいと思います。まずはね、4番のサンライズ・ラ・ポール。前々走、この距離のオープン、福島で2着ということでね、バレンタイン・ステークス3着があるように、ダート1400あたりを中心に出世してきた馬。1700m 線はね、それより短めの距離適正の馬から狙っていくとね、結構穴が拾えるなんていうのはね、昔からよく聞いてるんで、今回もこれでいきたいと思います。4番人気じゃ穴でもないけどね。そして7番人気、6番のアンセッドバウ。前走ね、昇級6戦目。このコースでね、7着っていうこと、あ、6着ってことでね、初めてね、着差がオープン入りしてから1秒未満。一応レースになったかなみたいな着差になったわけですね。そしてね、前走がプロキオンステークス重賞でしたから、今回相手関係もね、さらに楽になってですね、馬券圏内期待してみたいと思います。そして8番デュードバン。前走久々の掲示板がね、1700m 線でした。この同じ距離ということで再度期待をしてみたいと思います。そして10番の強兵。初ダートだけにね、この8枠を引いたピンクボーっていうのはね、ラッキーだと思います。あまり砂をかぶらずにいけると思いますんでね、それでいて短距離の実績がある馬、芝でね、重賞勝ち馬ですから期待をしていきたいと思います。そして11番エマージングロール、想定2番人気。実はね、この馬、未勝利勝ち1勝クラスとね、札幌、函館とかって、そしてですね、だから昨年変速開催で札幌が間に挟まって函館がその後あったのかな。そしてね、前走昇級がオープン入りが福島ということで、ここ勝つとね、JRA 四条1700m 線コンプリートになりますからね。ぜひ勝っていただきたいななんていうふうにも思っています。そんなわけでね、今回はこういった感じの5等ボックスで当てに行きたいなと思っておりますんでね、またこちら、今週はね、またこちらのチャンネルで日曜日の重賞最初2つね、上がってね、その他、九州産限定未勝利、もろもろやっていきますんでね、地方重賞も含めてやりきりたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。